はい、それでは今日のメンバーの方をもう一度紹介するね。いいかい？はい、オッケー。ギター久保田ハロベース鹿島達也。そしてドラムス宮川つよぽん。つよぽんって言ってるけど知らない人、つよしって言うんですよ。僕宮川さんのモノマネができるんですけど一応、宮川さんモノマネやっていいですか？やらんでいい？モノマネしていい？宮川さんのモノマネやっていいですか？ばあちゃんがさ、小倉におってさっていう。ちょっとすいません、九州の人なんで全然似てない。似てますよね。モノマネっていうと、僕実はモノマネまたできるんですよ。これすごいね。一個だけ瞬間芸ですよね。僕は人間不適合者なんで、夜の5時半から30にもなってですね、テレビ 見れる 立場なんですよ。そしたら NHK であれやってて、忍たま乱太郎というのがやっててですね、そのしんべヱっていう忍者がいるんですけど、たまたまテレビを見てたらしんべヱが乱太郎を呼んでたんですけど、乱太郎って言ってたんですけど、あ、できるって思ってたんでねやりますね。よく聞いてね、目つぶってね。はい、目つぶって。はい、しんべヱが乱太郎を呼ぶシーン。乱太郎、はい、ありがとうございます。それでは最後に、目指せ声優。あ、声優もいいね。アニメのとか、僕アニメ好きだからね、結構見るんですよ。エヴァンゲリオンとかも。歌は知らん。歌ってどんなんやろ。あ、でも歌は流れてますよ、僕が作った曲で。アニメ。それではラストに1曲やるんですが、去年ライブ12月にやったんですけど、その時もラストにやった曲で、未発表です。 CD もなってませんけど、好きですね。スクリームという曲をやります。知らない人も知ってる人も、じっくり聴いてください。いい曲、本当にいい曲ですね。もしかしたらなんか賞もらえるんじゃないかなと思うぐらいいいですね。はい、すいません、口が過ぎました。迷い防止だった。どこに行くのかも知らず、とても悩んでいた。暗い話さ、話す気にもならない。だから出て行きな baby、どこに行くのか、そしてたどり着くのか、何も見えなかった。今いる場所から太陽までの距離はとても気になっていたのさ。いつだってこうやってやってきた、yeah! 才能の限界に挑戦した。